カポカでち気持ちいいね。ぬにゃ、ジョーク。おい、ゆうかはどこだじょ。ゆうかちゃんは学校だよ。学校。ジョーク、そのパンツに入れてるものなーに。おお、これかじょ。これは週刊地上って言って、地底人が作る地上のトレンドの雑誌だじょ。今回の週刊地上最新号はすごいんだじょ。あー、地上女子のテンション上げ上げ特集だって。ゆうかを喜ばせるのにぴったりのことがいっぱい書いてあるんだじょ。へー、ちーちゃん、これってゆうかちゃんに恩返しするときにも役に立つんじゃないかな。え、はあ、あれ、これ夢じゃないでちか。どんだけうとうとしてるんだじょ。あのね、ちーちゃん、せっかくジョー君が来てるんだし、みんなでゆうかちゃんを喜ばせるのはどうかな。それはいい考えでち。3人ならきっとすごい恩返しができるでちね。チーム結成でち。チーム、俺も入っていいのかじょ。もちろんでち。ゆうかちゃんを思う気持ちは一緒だよ。よろしく頼むじょ。よーし、早速ゆうかの学校に行くでち。思ったことは口に出ちゃうよ。嘘はつけない。困った人は放っとけないよ。なんとかしたい。ちっちゃなことが見逃せない。次の授業テストか。先生、高校受験のリハーサルのつもりで受けろって言ってたね。できるかな。ドキドキするよな。ゆうか発見でち。やった、早速恩返しを開始するでち。これなんかどうだじょ。なになに、地上女子へのプレゼントはバラの花束で決まりって書いてあるでち。バラの花束かじょ。ジョー君、ありがとう。さあ皆さん、授業が始まりますよ。教室へ入りなさい。今だよ。皆さん、テスト用紙は行き渡りましたね。ではテストを開始します。花じゃないね。赤、赤。お、真っ赤だじょ。あれを取るじょ。取れるかな。俺が行くじょ。ゆうかのためだじょ。ジョー君お疲れでち。バリバリバリチデッチデッチ。バラ肉、なんでバラ肉が。佐伯さん、はい、どうかしましたか。いえ、これってもしかして真っ赤なバラじゃなくて
真っ赤なバラ肉を取り寄せしちゃったね。うん、美味しそうなバラ肉だったでち。でも失敗だじょ。くやくやしてもしょうがないでち。別の恩返し方法を探してみるでち。ん？サプライズって何でちか？びっくりさせるってことだよ。思っても見なかった楽しいびっくりがいいみたい。そうなんでちね。よし、ユカをびっくりさせるじゃ。大きくびっくりって書いてあるところを取るね。さらにとっておきのびっくり顔も取っておくでち。ジョー君よろしくでち。ジョー、佐伯さん、お静かに。すみません。どういうことだじょう。大きな栗、ビッグな栗、びっくり、びっくりを大きな栗でお取り寄せしちゃったみたい。また失敗でち。はい、テストはここまでです。ゆうかちゃんテスト受けてたのに、私たち邪魔しちゃったね。元気なかったじゃ。早く行って。もうやめるでち。じょ。きっとゆうかは怒ってるでち。恩返しどころか、ゆうかちゃんに迷惑かけちゃったもんね。はあ。会いづらいから帰るでち。そんな弱気でどうするじゃ。3人で優香にいっぱいいっぱい恩返しをするんじゃなかったんだじゃ。みんな同じ気持ちだったんじゃなかったのかじゃ。ジョー君、1回や2回の失敗がなんだじゃ。どうってことないじゃ。うん、待ってるでち優香。テスト、全然集中できなかったな。あ、ゆうかー！あ、みんな、やっぱり来てたんだ。ゆうか、もう大丈夫でち。僕たちがゆうかに元気をお取り寄せするでち。え？今度は絶対に成功させるじゃん。このちーちゃんとジョー君を取れば、何かすごいものをお取り寄せできるかも。ジョー、ちーちゃん、おっちゃん、ちょっと待って。ジェチポリポリポリチジェチジェチ、お取り寄せ完了でち。で、あれ、何もないでち。じいちゃん、一体何を…ん？ん？えー！な、何あれ？うっ！巨大なボレーディッチ？このままじゃ学校が潰されちゃう！そういうことだったんだね。せっかく3人でチームを結成したのに、全部の恩返しが失敗しちゃったでち。ごめんね、ゆうかちゃん。ゆうか、怒ってるじゃ。驚いたけど、
みんなの気持ちはすごく嬉しい。ユウカに僕たちのチーム名を考えてほしいでち。え？ユウカに名前をつけてもらったら失敗しないように頑張れる気がするでち。チーム名、そうだな。ヘッポコ三人組かな。ヘッポコ三人組。なんか格好悪いでち。ちーちゃん見てたらなんとなく浮かんだんだけど。僕を見てたら。でもヘッポコって可愛くていいかも。ヘッポコはヘッポコなりに頑張るじゃん。ヘッポコ三人組結成だね。おー